はい、こんばんは、島津です。本日もバイオハザードリメイクやっていきたいと思います。前回ですね、上級職員の、タグかな？うん、ゲットしたところでね、剛腕マフィアがね、また、追ってきましたね。マジでビビったからね、窓ガラス割った瞬間。しかも飛び越えてきたりもしたからね、びっくりしたね。あいつ意外と身軽だったんだね。あんくらいなら飛べるんですね。はい。なので、またね、研究所内部で追われるかもしれないんですけど、どうにかね、かわしていきたいと思います。で、今回は、ウエストエリアにね、行ってきます。よし、行きましょうか。これ、でさ、こっちから出てきたらびっくりだよね。お前どっから通ったんだよって。突っ込みたくなりますよね。だからあいつは少なからずあっちにいる。はず。こっちに来たら、どっかの壁を、ね、わしづかんで、ロッククライミングのごとくね、渡ってきたんでしょうね。そうじゃないと納得がいかない。お、もうラストだね、っていうか。お、うん。あ、手榴弾来た。そうだよ、ラストだよ、もう。なんやかんやで。じゃあ、これをセットして電源をね、入れてあげましょう。OK。デイウイルスを確認。で、今ウィルアムが入れたボックスあるじゃないですか。あん中にね、どうやら T ウイルスも入ってたっぽくて。うん。そう、今日ね、視聴者の人から突っ込まれたんですけど、ラクーンシティにばらまかれたのは T ウイルスの方ですよって言われて。あ、確かにって思って。そうそうそう。ネズミが媒介したのは T ウイルスだったって話ですよね。だから、バーキンは G と T を入れてたんだよね、この中に。うん。はい、ありがとうございます。今のが G ウイルス。そうです、そうです。今のが。ウィリアム・バーキン宛ての、はい、これね、あれね。オファーが来てたところですね。そういえば、エイダ、出れたかな？まだ閉じ込められてるのかね？気になるところ。さあ、どうだ？開いてるか？結構、電源を復旧させたりしてたから、ここに通電してる道はないのかね？ああ。閉まってますね。っていうことは、エイダずっとこの中にいる？ちょっと待って。あ、いた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 。エイダあそこにいるわ。うん。エイダずっとここに閉じ込められたまんまなんですかね、終わりまで。でも最後、登場してくるよね、オリジナルだと。どうやって脱出するんですかね、その時は。はい。それではね、Gウイルスが目の前に来ましたので、これを取って、多分あるよね。うん。で、ここ空いてるんだよね、よく見たら。だから、クレアが、もう取っていったんじゃないかな、ワクチンを。って感じ？ほら、空いてるもんね。じゃあ、取りますね。無防備だな。よし。よし。エイダのところへ。ああ、ちゃんとはめてあるわ、ペンダント。レベル4ウイルスの不正な持ち出し OK。こいつか。レオンが取ったからなんだ。ほら、クレアが、ね、ワクチンをアネットに渡して、アネットが死にそうな時にこれ流れたよね。レオンが取ったから作動したんだね。なるほど。いや、おかしいとは思ってたんですよ。もうさ、ウイルスがさ、蔓延してるのにさ、なんでこのシステム今頃作動するんだろうってすごい疑問に思ってたんだけど、あそこから取ったことによって自爆システムが作動したんだね。はい、了解了解。で、ここウィリアム来るよね。持ってるもんは OKOKOK、いいね。じゃあ頑張っていきましょう。あれ、マチルダに変わってる武器が。またお前か。どいて、私がやる。終わらせなきゃ。どういうつもりだ。許してウィリー、もうこうするしかないの。これさ、ワクチンだよね、おそらく。ワクチンで作った弾だろうね。ウィリアムだってこいつが。詳しくは出てこないけど、こんなはずじゃなかった。
何もかもアンブレラのせいよ。あんたもそうだろ。アンブレラの人間だ。そうよ。でもこんなことになるなんて想像してなかった。話してくれないか。最初から全部。保安官姿ね、ここの場面にそう惜しくないよね。あ、撃つシーンがある。そう簡単に渡してたまるか。生きてたんだね、撃たれてからも。そんなビリアム、てっきりも、なんてことしたの。てっきりも撃った後かと思ってたんだけど。じゃあこれを作ったのは、うん、確かに G ウイルスは作ったわ。でもこんなのは想定。いくら弁解しようが、あんたの責任だ。いやー、第三形態。危ないな。え、アネット、ちょっと待って。待って。アネット、それはひどくないか。アネット、ひどいぞ。ここから出すわけにはいかないの。いや、そうだけどさ。そうだけどさ。いいだろ。決着をつけて。はい、バトルです。ちょっと待って。アネット、それはダメだろう。うん、出しちゃいけないっていうのはわかるよ。でも、レオンごと道連れに落とすことないよね。ひでえな。クレア編だとちょっとドラマがね、ここであって、若干感動とかなんかした感じだったんだけど、ね、シェリーを大切にしてってね、クレアが言って。なんだけどこれ、人手なしやん、アネット。道連れにされた。よいしょ、じゃあやっていこう。よし、ナイス、マグナム。やべ。あー、痛くなっちゃった。突っ切ることできんかったね。ちょっと回復して防御力上げていきましょう。やべ、頑張るよ。まあ、こっちとらに20発近くあるから。やっぱうーナイスかい。へい、バンバン使っていくよ。あ、ダメ。あーん、かわせない。緊急回避欲しかったな。ステップの方ね。そう、ステップで緊急回避。お前、それはダメ。それはさせない。お前、マジでそれなし。あ、よし。燃やせ。どうだ、化学燃料の味は。うまいか。G のバーベキューじゃん。燃えろ。生物には炎が効くので。燃えろ。怒った。激おっこん。怒ってる。お、やべ。危ない。いい感じ。ちょっと待って、目が見えんな。カーテン、オッケー、ナイス。いやいや、そう来る？ショットガンだからな、ちょっと遠距離は。やべ、タックル。無理。あー、待て。ダメ、マジでダメ、それ。はいやん。ちょ、回復。さすがにまずい。そこそこ取ってきててよかった。よいしょ。もうしょ。やべ。ちょっとなんか弾が。え？今なんかガードされんかった。やばい。回転してくる。ハンドガンの方がなんかいい気がするね。45口径じゃん。いや、全然気じゃん。首をスンスン振ってるだけ。首をスンスン振ってるだけだったね、今。目が見えない。あ、やべ。くそ。あん、肩の目打ちたいんだけど。あ、だめだ。手榴弾使おうか。なに。あ？なにそれ。やばい。ちょっとダメ、そういうのダメ。え、あ、これダメだよ。あー、食らっちゃった。前回回避したのに。残念すぎる。
燃やすのが絶対いいけど、燃やすのが G のバーベキューがいいっすよ。一番やろ、よいしょ、生きてるやろ。危ねえ危ねえ危ねえ、うー、暴れすぎお前。 OK、 やった、入りましたね。最後目玉のど真ん中に、目玉のど真ん中じゃないわ、ど真ん中の目玉にだね。はい、どにか倒せた。危ねえ、ドラ行きましょうか。じゃあな、ウィリアム。アネット、ここにいる。まずいな、ひどい傷だ。痛みの方がもっとひどい。さっきの話、信じられないけど、Gウイルスを処分すると約束して。あれは証拠だ、 FBI に渡す。あの女を信じるの？どういう意味だ？彼女は FBI じゃない、産業スパイよ。 G ウイルスを売る気なの。あの女はただ金が欲しいだけ。出任せ言うな。おめでたい人だ。腹ん傷がひどいね。多分もし G ウイルスが悪党の手に渡ったら、もう、ああ、行っちゃった。ウィリアムの爪が刺さってできた傷じゃないかね、これ。はい、ここで亡くなるみたいですね。血だまりかな？血だまりじゃないな。はい、ここでね、アネット亡くなるみたいですね。で、今ちょっと、黒いやつは血かな？うん、おそらく血でしょうね。さっきまであんな傷なかったから、ウィリアムの爪で折った傷でしょうね。あとまあ内臓とかの骨折とか、骨折じゃないわ、内臓損傷したりとかね、それが死因でしょうね。やべ、うん、あ、アネットからもらわんかったね。どこで手に入れるんだ、最高責任者の権限は。エイダが持ってたりしてね。あ、来た。そうか、あ、これ履けるんだ、なるほどね。君のことを考えてた。あら、私もよ、心配してたの。俺たちはいいチームだ、聞きたいことがある。これで出られる。ウイルスは手に入った？もちろん。確認させて、早く出ましょう。アネットに話を聞いたよ。君は FBI じゃないと。ああ、レオン、おとなしく渡せばよかったのに。俺だって君を信じたかった。こんな結末になって残念。俺は君にとって捨て駒だったんだ。これが私の仕事なの。俺もそうだ。銃を捨てろ。君を逮捕する。 G ウイルスを渡したレオン。殺したくないの？さあ撃てよ、できるものならな。生きてたの？あー、ウイルス。誰にも渡さないわ。やばい。もういいわ。諦めるな。もういいのよ。ダメだ。
が。生き延びて、レオン。ダメだ。エイダー！サンプルも割れてるよね、さすがにこの高さからじゃ。もう行かないとさすがにやばい。あーやべやべ、もうこっから始まるのか。ちょっと待って、出ないと出ないと。うん、オッケー。あれ、しまった。何年ぐらいかかったのかね、ここの建築設建設期間か。すんごい、そこも気になるところ。どっち？どっちから？こっちか。はい、行こう。急ぎましょう。え、もっと何かあった？スプレー。使っとこうか。あと9分。あれは。あ、ここでね。映る？映った。レオ？あなたなの？ああ、でもここはもう持たない。よく聞け、脱出するんだ、今すぐ。ええ、脱出路はある、なんとかなるわ。 あなたはどこ？クレア、聞こえるか？レオ、よく聞こえない。俺に構うな、早く脱出しろ。あ、くそ、ダメだ、映んなかったね。急ぎましょう。ナイフ、こっちか。おそらくイビーがいるはずだからね、燃やしましょう、こいつら厄介だから。やっぱイビーだ。特にアイテムなし。もうこのまま突っ切ります。燃えて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 、うっそ。いや、観光観光観光、危ない危ない。よかった、燃えた燃えた燃えた、よかったよかった。燃えて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 、こんがりこんがりこんがりこん、よし。はい、危なかった。 OK、 あと8分。ちょっと、いや、きついってマジで。あ、でもこれぐるんと回ればいけるね。 OK、 開く、開いて開いて開いて。あ、びっくりしたマジで。オッケーオッケー。アイランド室きれいなマジで。開いた開いた開いた。来てる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 。おお、やべやばい、潰される潰される。ナイスナイス爆破。お、落ちんな下に。おっと、タイランド軍爆破にバンバンやられてますね。これチャンスだね。逃げられるんじゃないか。まだいけるさ。おっと、タイランド軍まさか今の爆発でやられたのかな。意外とあれだね、弱かったですね。これでスーパータイラントになるって落ち？そうかもしれない。それだとなんかね、あの程度で変身するんだって、なんかあっけなさを感じたりしてるんですけど。とりあえずこれで枠開けて、ああ、ここに来るのね、裏辺だと。なるほど。はい、じゃあ入れて、あ、来るかな、あそこから。なんだなんだ、
あ、単純に落石ね、これ。パーキタタイランド、え、お前誰？スーパータイランドになってるけどさ、あれで変身するんだ。だったらクレア編でどんだけダメージ与えたのよって感じだよね。ちょっと待って、ちょっと待って、え自分が知ってるスーパータイランドじゃないんですけど、なんつうのかな、なんかすごい膨れてるよね。デブッチョタイラント、うん、デブッチョタイラントみたいな感じになってない？これもうちょっとスーパータイラント、なんつうのかな、筋肉質のこうスラッてしてた印象があるんですけど、ブクって膨れてるよね横に。どうした、何があった、この短期間にどうやってそんな太ったんだ。まあ筋肉だと思うんだけど、太ってる原因は。お前やべえ、おお待て、怖っ、いて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 、マジ強、こきってやる癖は治ってないんだなこいつ。やばいやばい、回復、回復して、こきってする癖は治ってないです。オッケー、え、何が起きてるの、あぶね、じゃん、やばいやばい、ポキッと、あ、こいつは何だ、もうタイラントですよ。ちょっと待って待って、落ち着け落ち着け落ち着け、やばいやばい、あの調子乗ってじっくり眺めてたせいでそこそこダメージ受けちゃった。かわせばよかったわ。マグナムがまあまああるから、ほい、観光支流な、よいしょ、はいはいはい、よいしょ、はい、オッケー、はい、もう一発、おかわり、へい、こっちに倒れてこないで、こっちに倒れてこないで、迷惑、あ、たまたま、あ、たま切れた、やばいやばい、なになになに、ちょっとあの能力が解放されてる感じだよね、身軽になってる気がする。やばいぞこいつ、なになに、あ、いやいや、そっち、やべ、口出しになっちゃった。あ、しかも穴開いたまんまになってんね。これ海外版だけじゃない？あの、すいません、あの、すいません。突っ込んじゃったね。あいつのワンパンの方向に。かわしたつもりだったんだけど。はい、ちょっとリベンジします。次ちゃんとやる。次ちゃんとやるから。よいしょ。燃やせ、燃やせ。燃やせ、燃やせ。心臓を出せ、真の臓を出せ、こいつから。あるね。オッケーオッケー、ギリギリギリ、あー、これは食らう、無理無理、燃えろ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 、こんがりタイランド、こん、あれ止まってる、あー見えなかった、危ない危ない、こんがりタイランド、こんがりタイランド、待って、燃えて燃えて、あー、ちょい、こんがりこんがりこんがりこん、ふざけすぎふざけすぎ、島津ふざけすぎ、ふざけてはいない、切ってんのかな、これ早く心臓出して、あぶ、心臓出してくれ、ちょっとマグナムに帰る、心臓出てる、あ、心臓出たか、心臓出てる、おお、すげえ、タフネス、あ、心臓見えてんね、あそこに出てるわ、ちょっと待って、あ、いい、だだだだ、危ない危ない、よいしょ、あの毒毒してるやつを撃てばいいんだよ、オッケー、ナイス、あとちょい、オッケー、やばいぞ、あ、回避できたんじゃない、これひるませないとダメだ、こういうふうに、ちょっと待って、回避、あ、ダメだ、食らっちゃったよ、おい、おいしょ、ふう、ナイス、大ヒ、いいねいいね、で、もう次はこっちを使い切ってしまったんで、ショートカットでマチルダ入れましょうか、よいしょ、おい、おちょこい、待て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 、やめろ、落ち着け落ち着け、危ない、
核じゃないこれ。お、行った。どうなってどうなってんのこれ。ロケランが来た。ロケランが降ってきた。降ってきた。滑り落ちてきた。レオ、これでは。お、生きてた、エイダ。ねえ、ほんと。うん、自分も思った。あ、このは、このために2枠取ってたんだね。いや、ほんとどっから出てきたんだって話だけど。痛い。痛い。だが、お前もこれで終わりだよ。消し飛んでく、クイアイ。あ、一発で終わった。はい。ね、あんだけ苦戦しましたが、ロケランの前には歯が立ちませんね、やっぱり。やった、3発残してクリア。ちょっと苦労したけどね、あのどうにかいけました。いやいや、待て待て待て。え、そんなんいんの？ちょっと待って、燃えろ、オッケーオッケー。アイテムはないね。あ、意外と簡単に燃えたね、全員。あ、爆発でダメージ負ってたんでしょうね。飛び乗るのがこれで。危ない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 。ギリギリの脱出。スーパータイラントのね、月が思った以上にグロかったのは意外だ。で、もう忘れないとな。あ、そうか、エイダーからもらったもんね、このタグ。あ、それで思い出に浸ってたんだ。捨てちゃったね。あ、でも安心してくれレオン、生きてるからエイダー。この後ろにちゃっかりいたりして。やったな。私が言った通りね。この子はシェリーよ。よろしく。あ、なんだ。さあ、真のエンディングが。見てくる、その子を頼む。来ました。さあ、いよいよ本当に最終決戦ですね。ロケランも3発分あるから。じゃあ持てる限りのものを持ってまた挑みましょうか。はい、いざラストバトルになります。全力で頑張りましょう。もうこんだけしかないけどね、武器は。ああ、はい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 。下がりながらね、撃っていくのがいいんだ。ここだね、こうだよね。やばいやばいやばい。ウィリアム、ウィリアム、おお、やべえよな。オッケーオッケー。死ねない事情でもあるのか。だよ、ほんとよ。いい迷惑だよ。あ、3点バーストってこんな感じか。弾が欲しいって。うん、ほらよほらよ。3点バーストだ。意外と連射ではね、そこまでないですね。うん、どうだ。 OK、 まだ足りないか。おかわりいる、おかわり、おかわりいる。あ、どっか行く。ほいほい、はい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 。待て待て、マジ死んで。ちょ、マジうざい。おいおい、やばいやばい。オッケーオッケー。やばい、これも尽きた。はー、いけたいけた。レオ、いやー、ウィリアム気持ち悪いな。それでこっち来て、レオン。飛んで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 、マジで。え、最終的には近接武器なんですね。いや、ウィリアムの汁が大量に出てます。
外とロケランだけで勝てたかもしれないですね。3発撃てば。ハンドガンでね、ここまで持っていけたから。ハンドガンのショットガンか。ねえ、クレアとレオンって付き合ってるの？いや、そんなんじゃない。出会ったばかりだ。ゆうべね。そう。でも、とんだ初デートになった。ああ、ほんとぶっ飛んでた。見て、乗せてもらえるかもよ。もし広がってたら。シェリーを頼む。シェリー、これは止まるよね、普通の人なら。警察だから。おー、止まんない。お届けしたのはザ・グレイブのリブアナザーデイ。警官相手にいい度胸してたね。いいやつだった。じゃあ終わったの？わからない。もしダメでも何とかしよう。俺たちで。ええ、必ずね。三人一緒なら大丈夫だ。行こう。いつの間にかシェリーも仲間になってた。ねえ、けど、私を養子にして。もうそんなこと言うね。養子。子犬買おうよ。子犬？オウムも。オウム。最強の養子が誕生しますね。続いての曲はマンネリの水曜でも元気が湧いてくる。はい、どうにかね、レオンの裏編終了と。はい、どうにかね、レオンの裏編無事クリアとすることができました。でもこの後に合衆国にシェリーとレオンは軟禁されるんですよね。特にシェリーはもう包帯を持ってるから、Gウイルスの。だ、それでかなりの危険人物としての対象で、厳重な軟禁って言えばいいのかな。厳重だったら軟禁じゃないのかな、そりゃ。まあ、そんな感じになって結局離れ離れになるんですよね。で、小説とかそういったところで明かされてるかもしれないんですけど、これ以降クレアとシェリーが会うっていうお話は聞いたことないんですよね。だからどうなったのかね、結局。この後会ってるのかな、どっかで。ちょっと調べてみたいと思います。じゃ、これもスキップして大丈夫かな。スキップ。OK。ニューヒーロー誕生。アンブレラをぶっ潰す。C でしたね。残念。結構これ難易度高いよ。クリアタイムでね、この ABC のランク分けしてるみたいで、5時間切れば A だったはず。で、5時間を過ぎちゃうと B になって、5時間半とかで C だったかな。なんかそんな感じでした。来た来た来た。ゲームモード出たね。はい、やっと出ました。豆腐くんと。ザ・フォース・サバイブ。あれ、豆腐出てないの？エクストラ。あ、ハンククリアしないと出ないのかもしれないですね。はい、どうにかね、ハンク解放したんで。はい、次回はね、こちらのエクストラモード、ザ・フォー・サバイバーやっていきたいと思います。こちらはですね、そう、伝説の傭兵、ハンクが主人公となる、まあ、タイムアタックゲームになるんですかね。下にハイスコアって出てるんで。ね、唯一、USS 部隊で唯一ね、生き残って、たのがこのハンクなんですよね。はい、じゃあしっかりとクリア目指していきたいと思います。おそらくこれが終わってから豆腐がアンロックじゃないかなって思ってるんで、早くも豆腐の方もね、アンロックしたいですね。それでは本日はこれにて失礼させていただきます。長い間クレア編ね、レオン編見てくれてありがとうございました、ね、こっからはそうですね、またエクストラしつつ、実績解除とかですかね、隠し武器とか、ロケランとかあるみたいなんで、そういうのを生放送でね、撮るチャレンジとかしていければいいかなって思ってます。はい。では、一旦ここで終わりとさせていただきます。他にもね、いろんな動画出してるんで、よかったら見てやってください。それでは、島津でした。ご視聴ありがとうございました。ではでは。